締め寺は山形県鶴岡市大門にある新言州地山派の寺院。戦後、一時的に新義新言州湯戸の山派の大本山として独立していた時期もある。三号は湯戸の山。本尊は大日如来。この寺は833年空海の解散と伝えられ、湯戸の山派四火事の中で最も新しい。 では三山神社では、では三山の海藻を八込み子としているが、しめ寺や大日坊では、湯戸の山の海藻を空海とし、湯戸の山と高野山を空海によって定められ、清められた、大となる聖地としている。天正九年から天正十年にかけて、もがみ光は新城を中心に、大宝寺氏と争っていた。その最中、前森氏が無本を起こし、 武藤義氏の居城を、補助を取り囲む。佐賀江僧によって義光と敵対していた、佐賀江高本は、自ら六十里越を通り、遠赤関係にあった義氏の救援に向かうが、到着前に、お補助は落ち吉氏は自害してしまう。その際、対抗しめじより三千仏の画像三の体を持ち帰り、ジオン寺弥ロ堂に寄進している。 では三山の参道のうち753係口に位置し、締め寺から先が結界とされていたため、では三山が女人近世の時代は女人のための湯戸の山参拳所として信仰を集め大いに賑わった。江戸時代初期には、羽黒山の別当だった天遊によって天台宗への改修が図られたが、湯戸の山派4火事が結束して幕府に訴え、 湯戸の信号を守った経緯がある。鉄門会常人らの区読もあり1867年には、北海道函館に締寺の出張所を開くなど、東国にまで広く知られるに至った。しかし、明治の神仏分離に伴い湯戸の山を含むでは散々が、いずれも神社となると、湯戸の山三景所としての締寺の役割は、急速に失われ、寺は、 もちろんのこと周辺の宿望も次第に捨てれ、住職も去り、やれ寺への道を歩んだ。そのような折の1951年作家の森、厚志が、締寺に滞在。森はそれから20年余り後の1974年締寺と753、がかりを舞台にした小説、ガスさんで第70回、芥川賞を受ける。この小説は、その後、同の組曲や、 映画などに派生、シメデラも一躍世間の注目を浴びることとなった。このため、その存在が再評価され、寺は現在見られるような姿になった。なお、現在の道具は明治時代に消失したものを再建したものである。2009年3月16日にフランス語版が発行されたミシュラングリーンガイドジャポンでは、シメデラが 総合評価で三つ星に選定されている。個別評価は、促進物、三つ星、天井絵画、一つ星、ワニ口、一つ星など。天井絵画は、村、遺跡一市による、伝統絵画、非天の図のほか四人の現代作家のもの2月25日以降、寺の門前に位置する753係地区が、大規模な地滑りにより大きな被害を受けた。 幸い、シメテラ寺及び、境内の施設への影響はなく、参拝、見学は、通常通り受け付けている。実滑りの被害家屋は、同年12月までにすべて取り壊された。被災世帯は集落を離れる意向を示し、753係には被害に遭わなかった一世帯のみが残っている。なお、753係集落は映画、送り人のロケ地でもある。 ロケに使用された民家は、地滑りの被害が軽微であったため、現地にそのまま保存されている。寺名の、しめとは、め縄のことである。自伝によると、境内の桜の木、御神木の753係桜にめ縄をかけて、いたという。め縄は神道における細具であり、神域と現世の境界にある結界を表す。前述の通り、締め寺は、 では三山の賛道口にあり、寺の先には、女人結界が存在した。女性は、締め寺までしか入れなかったのである。締縄の締め方は、中途に七本五本三本の縄を通してぶら下げる七百五十三係で行われる。このことから、締縄は別名、締縄とも呼ばれる。では三山に、締め字より入る賛道が、七百五十三係口と、 呼ばれたのは、これに由来する。仏教寺院の寺名に、神道の細具である締めの名があるのは、締め寺が、かつて神仏集合であったでは三山の別当寺で、あったことを示している。他に、本道寺、大日寺、大日坊。ただし元存は、締め寺と大日坊のみ。ほ、住里市、南ではの戦国を読む2012佐賀市市、編纂委員会。 佐賀エ市シ、上官19、1994、ゆどの山の結界にある寺院、湯どの山しめ寺中田秀俊公式サイト五国立ち、十国立ち、三層や、好みだけを食べる菊井など。NHK 歴史秘話、ヒストリア、俺は、促進物になる。ミイラ物の不思議な世界2015年6月3日、放送。ありがとうございます。